はい、ナオメさんこんにちは、こんがりです。ということでですね、本日も PUBG ニュースデートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さん、今日も今日とてニュースデートやっていくんですけれども、あのね、ロビーにめちゃめちゃ強そうな敵がいたので、その敵と当たるの楽しみなんですけれども、まあまずは、まあ、初動安定すべく、まあ、補給物資よりはですね、まあ、絶対にやめてください。本当にくだらないことになりかねないので、皆さんは絶対にね、真似しないように。まあ、僕もですね、もうあのそんなくだらないことはやらないので、はい、お願いします。ということでね、まあ、そのレベル3の、レベルアップスキン衣装持ちを、見つけたので、ちょっとねマジでここはね心してかからないといけない。皆さん見てください、このね、最新アップデートかどうか知りませんが、まあ、ガチャで追加されたこのポセイドンっていうですね、まあ、スキン、まあ、これ女性なんで、ポセイドンはですね、まあ、海の神様男バージョンなので、まああのポセイドンではないんですよ。厳密に言うとね、テティスっていうんですけど、はい、海の女神、あのギリシャ神話に出てくる、まあ、テティスっていう女神がいるんですけど、テティス衣装だな、うん、このテティスはですね、めちゃめちゃですね、上半身を見てください。たまらんということでね、まあ、この、衣装で、まあ、しっかりとテンション上げたことによって、僕の力はもうマックスですと。ちょっと待って、なんか拾いたい武器ねえな、なんかねえかな。最近使ってない武器を拾いたいんですが、ちょっと渋いですね、渋みです。はい、なんかあのすごいこれだっていう武器があれば拾いたいんですけど、ないな、なかなか、いやなかなかにないですね。んどうしましょう。あ、まあ、あ M249 かな。バリスティックでいきましょうか。うん、ロマンティック恋のアンテナはって感じですね。よし、やっていきましょう。バリスティックシールドでね、やっぱバリスティックっていうこの最強の盾、まあまあ、ギリシャ神話のアテネっていう、まあね、女神がいるんですけど、そのね、女神は、まあ、盾を持っていたと。絶対無敵の、まあ、バーバリアの盾っていうものですね、まあ、それがあったので神々の戦いで勝つことができたんですが、まあ、今回ですね、まあ、ニューステートも結局同じようなことなんで、これ神々の戦いと言っても過言ではないので、まずはですね、最強の盾を入手して、まあ、あの最強の矛にですね、まあ、しっかりと対抗していきたいと思う。矛盾矛盾ってやつだな。はい、まあ、一旦ですね、まあ、そんな話はさておき、まずは AI ちゃんから、まあ、物資奪いたいんですが、あっちいないかな、いないかな、怖いな、降りてないかな、降りてなさそうですね。まあいいや、まあ、そんなちっちゃいこと気にしてても、もうあの進めないんでね、ビクビクしてても意味がないから。あとちゃんとキルログ見てよと。キルログでね、たまに有名人とかね当たるときあるから、有名人さしばくのめっちゃいいし、逆に有名人にしばかれんの嫌じゃないですか。だから、まあ、しっかりとキルログの管理はしておこうな、みんな。ニューステートのいいところは、まあ、結構なんか有名な人と普通になんかあの当たるんで、まあ、そこをですね非常に楽しいですね。人口が多すぎたら、なんだろう、当たれないじゃん、そういう人たちとなかなかさマッチングしないと思うんですが、このねゲームはマッチングできるっていうね、そこが非常に素晴らしい。まあ短所は長所ってね、まあ、よく誰か、まあ、昔の偉人が言ったもんですが、まさにその通りですよ。今人口が少ないからこそ、今やってる人たちってね結構当たりやすいと思うんで、まあ、皆さんね、まあ、僕と当たった際は、ぜひね僕にしばかれてください。僕のことをしばくのだけはやめてくださいね。うん、いないわ。とりあえず AI まみれ、はい、まあ、そんなものは関係ない。柵なんてそんな貧弱な盾で、このですね M249 の弾幕、それを防げると思うなよ。そんな甘くねえぞニューステマ。というわけで、バリスティックシールドしっかりとつけましょう。なんかいるな、あんなところに。あいつは霹靂一閃、1の呼吸、霹靂一閃。まあ大事なことなんで2回言いました、間違えました、雷の呼吸でした。はい、鬼滅の刃にわか勢です。どうもよろしくお願いします。あの遊郭編ね僕見てないんで、まあ、マジの、うん、本当のね、まあ、僕あのなんだろう、にわかなんですけれども、アニメはですねワンシーズンで飽きてしまいましたと。はい、ということで、まあ、ただネタバレだけはしていただきたくないので、皆さんあのね鬼滅の刃についてコメントするのは絶対にやめてください、お願いします。ということでですね、まあ AI をしばいて3000里、まあ、この道のプロになったわけですが、
残り生存人数なんと15名ということで怖いですね。しかもカスタマイズキットあるんかい、カスタマイズキットあるんかい、あるんだったら買わなかったぜっていうよりかはこの M249 をカスタムしてやりたかった。ふざけんなよなマジで。まあいいや、一旦行きましょう。まああとね、まあ欲しいものはシャベルだな。あ、シャベルじゃない、ショベル、ショベルか。俺ショベルのことをさシャベルだと思ってました、あのずっとね。うん、恥ずかしいです。前回の動画でね指摘されたので修正しておきます。誠に申し訳ございませんでした。シャベルではなくショベルだそうです。皆さん知ってましたか。まああのこうやってね、まああの日本語をしっかり勉強できる、まあ、僕のチャンネルは教育チャンネルなので、ぜひですね、まあ お子さんと一緒に見ていただいて、まあ、あのねこの何お子さんのその成長に、まあ、合わせてね、まあ、僕の動画選んでいただければなと思います。はい、教材になってますのでお願いします。まあ無料なんでね、あの趣味とかやるよりかは、まあ、全然いいかと思います。よろしくお願いします。さあということで、やっていきましょうか。はい、まあ、昔ね子供チャレンジとか言って、なんだっけ、なんかコラショのねなんか目覚ましが欲しくてさ、まあ、僕真剣ゼミ、お母さんにねやりたいやりたいって言って、まあ頼んでねやってたんですけど、まあ、いつの間にか赤ペン先生にさテスト出すのだるくなって、なんか溜まってましたね赤ペン先生。はい、ということで、まあ、そんな話はさておき、またいたわ。俺のさ雷の呼吸また見せてやろうか。は、あいつはやべえ、あいつ普通にそうだわ。まずいまずい、くっそやばい、危ない危なすぎる。さあバーバリアンの盾でしっかりと防いでいくと。あの人なかなかやるね。待って、へっきれき一斉やっば。一旦、うん、どうしようかな、 TRS だなここは。うん、ここで会いますか、あの人ですよ。さっき言ったじゃないですか冒頭で、レベルアップスキン持ってた人。あれレベルアップスキンじゃないんだけど、なんかレベルアップスキンね、なんかロビーで渡してたんでね、別の敵に。うん、それぐらいの余裕がある人なんで、あの人マジやばい、絶対強い。ブワッ、ジャンプしても意味ないよ。俺の雷は正の電荷と負の電荷ってのがあって、雷って僕は敵にですね正の電荷を付与することによって、このマイナスの電荷をですね負の電荷を、もう必中で当てることができるっていうね、まあカシモっていうキャラもびっくりの特殊能力持ちなんで、あいつマジでしばこ。はーい、こういうこと、モサをしばいていく、これなんだよな俺の強さ。うん、あの人はマジでねめちゃめちゃすごいスキン持ってたんで相当やり込んでるでしょう。だがしかし、まあ一歩及ばなかったな。これが霹靂1006の方、無限雷地獄。はい、決まりました。オッケーです。とりあえずここで、まあ、しっかりとこの強い敵をしばけたのは非常に嬉しいと。はい、嬉しいですね。そして8スコまでもらえますよと、ありがとうございます。そして鎮痛剤はいりませんよと、そして僕の車どこ行くんだいと、やめてください。あー、お互い M24 だったのね。まあただ俺の方がね、まあやっぱ M24 霹靂一閃っていうスキンなので、これはねまあ勝てないかなと。さすがにね、雷ってめちゃめちゃ速いんですよ、音速を超えた高速なんで。うん、音よりですね光の方が速いっていう、まあことが、まあ、世の中ね、まあ、知れ渡ってると思うんですけど、まあ常識ねこれ。まあただそのそう、音よりも速く、まあ何到達する光っていう、このね雷はめちゃめちゃ強いってことなんですよ。つまりだからこの M24 が最悪じゃなくて最強。まあそんなことはさておき、あっちに絶対あるよな、まあ、今の俺はもう無敵モード入っちゃってるんですけど。は、やりやがったなあいつ。待て待て待て、どこだ、あそれか、あー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 い、やりますよ、舐めた真似してるとね。霹靂一閃もう一回お見舞いしてやろうか。ちょ、その前にさ一旦セルフ AED な。あいつクソだるいな、喧嘩打ってきた相手を間違えたと思い知らせましょうか。ここであの人何やってんださっきから。さあさあさあ、どっから打ってくるかな。多分そっちから打ってくるんじゃない。あーっと、そっちの部屋に行きました。何なんでしょうか、よくわかりませんね。まあ一旦僕も AED ね。
念には念をということで、まあ、これを拾って、まあ、万全の状態を整えていきますと。あの人マジで意味わからん。さっきからなんかドアを開け閉めしてますが、挑発のつもりでしょうか。なんだか知りませんが、やるぞ。ちょ、まあいいや。一旦ですね、これ車で取ろ。アンチ取りだな。うん、秘技アンチ取りの刑。これ先にアンチを取ることによってもう敵さん涙目です。はい、あとあそこにいるかな、なんかいそうだな。あれなんか車燃えてますが、あれ何、あそこにいるんじゃない、いないか、怖っ。この車なんだ、いないの、ここ何これ、怖っ。ちょ待ってよ、よくわからん。ラスト1枚の位置がわかんないんだよな。それが非常にめんどくさいですね。さあ敵さん、なんかそこでなんかぐるぐるしてますが、おい、それ引くぞ。甘い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 、それは甘すぎて、ちょっとごめんな。俺車とかグレネードとかさ、基本的にあんまそういう倒し方したくないのよ。銃撃戦なんでこのゲーム、やっぱりあのね、自分のエイムを信じて戦いたいわけ、ドンパチドンパチ。ただ今のはさすがに引くでしょうよね、さすがにね。ああ待って、びっくりした。え、どこだ。これは普通に箱ですね。敵もう一枚どこに行った、あれかな。あああああ、なんかこの裏いそうじゃない。あ、この盾は、はは、今いたよな。あ、いるわ、絶対あそこだわ。あ、いたいたいた、ギリースーツです。さあギリースーツがですね、なんかグローザーとかいうわけのわからんものを、え、暴力ですねこれ、うん、暴力を振りかざしてきましたが、俺は抵抗するで。いやー、めんどくっさ。相手がさ補給物資持ちということで、まあ、ワンチャン AW 持ってる可能性ありますね。うん、まあそこにもですね、まあ僕は決して屈しないから、とりあえずあの岩裏取ろ、あの岩裏だな。オッケー、ちょ、まずいかも、もう接敵するかも。あいつどこ行った、意味がわからん、わからなくなった、見えなくなった、怖っ。ズルズルズル、ギリースーツはズルですよと。あのね、近距離のギリースーツマジで見えないんだな。俺目悪いからさ、こう見えて。あいつどこ行った、マジ、あ、あーびっくりした、あぶな、ほんま不意打ちやりやがったな、もう絶対許さねえ。あの人あれだわ、 SLR だわ。ちょ、これさ一旦、おい盾、ま、守ってくれ。おいおい、マジで待って、俺にはバーバリアンの盾がある。いった、ほんま、いった。ちょ、待ってくれよ、一旦いろいろきっと、もうやめてください。マジでつまらんって、ボムとかも火炎瓶とかさ、危な。おいおい、仮装すんにはまだ早えぞ、俺まだ生きてるからな、やめてくれ。ちょ、俺こんがりなっちまうじゃねえか、誰がこんがりにしろっつった。さあ、いやー、ちょっと防げなかったか、今の防ぎたかったですけどね、このブワーブワリアンの盾で。あいつ、あいつ、さあ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 、いや待って、もうなんか最近2位が多いんだからさ、やめてよね。ちょ待って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 、まずい、非常にまずい。よいしょっと、よいしょっと、あ、まずいまずいまずい、早めに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 スモークを焚いていく。さあ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 、ちょ、どんどんスモーク焚かないとまずいな。さあバーバリアンの、ちょ、まずい、マジか、うわ最悪だ、うわー、もうくっそ、もう最近2位なんだけども、なんで勝てない、もうやだー、せっかく猛者との打ち合い勝ったのに、最後の最後で、ちょっとごめんなさい、最近ねマジで良くない、ついてないね、本当に弱いです。はい、ということでね、もっともっと練習が必要なようです。はい、申し訳ございません。いやー、ちょっとスランプだな、なかなかドンカツが取れないと。はい、なかなかですね、最後の壁が越えられません。まあ皆さんと一緒にね、僕も成長したいと思ってますので、まああのみんなね、まあ日々悔しい思いしてるかもしれませんが、まあ僕もね悔しい思いしちゃってます、こうやって。うん、
共にニューステイト頑張ってやっていきましょう。じゃあこんがりでした。じゃあな、ジジー。